フィールド内や芝回収へ、柔らかい芝から硬い土がミスの一因、芝を1メートル削り土の部分拡大、日本ハムの本拠地、エスコンフィールドの内野の芝部分が、回収されることが12日、わかった。新庄剛志監督が11日に要望。一二塁間、二三塁間の内野部分の芝生を約1メートル削り、土の部分を拡大する。内野のミスが目立った今季、原因は柔らかい芝と硬い土にあった。ゴロを処理する際に、芝部分から土の部分に出た瞬間にボールは加速したり、バウンドが高くなったりした。これが失策の多い一因でもあった。球団幹部は芝矢印土とバウンドするのでなく、芝矢印土とバウンドした方が処理しやすいと説明。守備位置前方の土部分を増やすことで、より守りやすくする考えだ。賢い。まあそれがベストよな。言うほど芝のせいか？フィールドの見た目はちょっと不格好になりそうだけどしゃあないか。アメリカ風の硬い土ってマウンドだけで良くないか。松田やら神宮やら急に加速しながらイレギュラーするわ。スライディングしたらズボン破けるわ。誰が望んでんのあれ。今度はその土部分を増やした球場に対応するところから始めるのか。秋季キャンプ前にやっておけよ。それはそう。これはシーズン中に気づいてシーズン終了直後に要望出して秋季キャンプからこの状態で練習できるようにすべきだったな。せっかく秋季キャンプで守備練習しまくったのに、またグラウンド状態変わるのって無駄とは言わんけどなんだかな。クソ球場エスコンは札幌ドームを見習うべき。まだ1年しかやってないのに慌てすぎやろ。草2年3年やらんと本当の原因なんてわからんやん。もうバックネットまでの距離とか誰も言わなくなったな。騒いてたのがバカらしい。プレイに支障ないしな。狭くなった理由も規約が誤訳なのをハムが理解してなかっただけだし、何の支障もないのがバレたな。規則委員会でルール変える。こっそり規約の方書き換えた方が新球場作るときにええんちゃうかな。制裁金でハムが金出す代わりに今回は見逃すことで決まったから。松田もこれで魔境となってるんよな。昨日キャンプ見たけど早急ミスが多すぎやろこのチーム。松田もそうなんやし、天然芝はそういうものなんやけどな。